ダーラ J のメンバー、ファーダ、フレディヒップホップ系ファッションは、ヒップホップ文化を構成する一つの要素。かつて MC の KRS1 が提唱した、ヒップホップの旧大要素の一つ。ヒップホップ系ファッションは、アメリカ合衆国の二大人会都市、東海岸のニューヨークと、西海岸のロサンゼルスに住むアフリカ系アメリカ人の、若者の生活に根付いたものであり、今日では、 世界中で目にすることのできる方が発信されている。ヒップホップ系ファッションはヒップホップ文化の表現や態度と切っても切れない関係にある。1970年代からヒップホップ系ファッションは大きな変化を遂げ、今日では世界中のあらゆる人々の大衆文化の重要な部分を占めるまでに至った。1980年代には大きなサングラス、 カンゴールの帽子、様々な指輪、巨大なドアノッカーイヤリング、アディダスのスニーカーといったアイテムを、ランディー MC やヤッピー、LL クール J を筆頭とする当時の大物たちが好んで着用した。同時に、カーティスブローやビッグダディケ園ンなどの MC たちによって、金のネックレスや他の宝石を身につけることも一般的となっていく。髪型の流行は、 1980年代前半には、ジェリーカール、後半には、ハイトップフェードが主流を占めていた。さらに、黒人の誇りを高めていく運動との関わりが、大きいクイーン・ラティファ、KRS-1、パブリック・エネミーなどの影響で、アフリカ的なチェーン、ドレッドロックス、赤、黒、緑の色使いの服装なども人気を集めていった。 80年代のヒップホップ系ファッションは、オールドスクールヒップホップの最も重要な要素の一角を占めていた。さらに現在でも、アフマットのバックインザ・デイや、ミッシー・エリオットのバックインザ・デイなどの階級曲を通じて、当時を知らない若者たちに伝えられている。この時代のファッションの潮流は、当時のヒップホップを席巻していた、アフリカ中心主義的な音楽様式と合致するように、 アフリカ大陸の伝統の影響を受けたものへと向かっていった。ヒップホップの音楽や文化が成長し進歩していくにつれ、そのファッションも変貌を遂げていった。フレッシュプリンス、キドゥンプレイ、TLC のレフトアイなどの人気ラッパーたちは、蛍光色などの非常に明るい色使いの服装や野球棒などの普段着の活用などの流行を作り出した。他にも一時期的な流行が、 次々と生み出されていった時期であった。1990年代の中頃にはギャングスタラップがヒップホップの中心的な存在となり、ヒップホップ系ファッションは路上で暗躍するギャングや習慣された犯罪者たちの格好から大きな影響を受けていく。これらは極太のパンツや黒色の入れ墨など現在のヒップホップ系ファッションにも通じるものも多く、この時期の西海岸における 地下のギャングの文化から派生してきたものである。同時に地下のギャングに見られるハンドサインや地元、縄張り意識といった特徴も西海岸に住むアフリカ系の若者たちに伝播し、すぐに全国的な普及を見せていった。彼らはベルトを着用せずに極太のパンツを履くのを好んだが、これは服役集が新しい制服を配給される前に、 まずベルトを押収されたことに由来する文化であった。これに加え、西海岸では、フランネルの上着、コンバースのチャックタイラーオールスターなどの人気が高まる。一方で、東海岸では、パーカー、軍帽、フィールドジャケット、ハイテクブランドのパラミリタリーブーツ、ティンバーランドのブーツなどが流行した。マスター,ピー・ P。 オールドダーティバスタードなどのラッパーに代表されるように80年代後半から90年代前半にかけて金歯の流行も沸き起こった。金歯といっても全部の刃の表面を金で覆うこともあれば高価な金属や宝石を刃に永久的に固定することもあった。しかしいずれにせよ、ネックレスが首から引きちぎられたり、財布などがポケットからすられたりしてしまうのとは異なり。 金馬は他人に奪われる危険を犯さずに、自己主張を行ったり、自分の地位をひけらかすことができる道具であった。またこの時期、ナイキのエアホース1やフィラのスニーカーも、ヒップホップ系ファッションの重要な一部を占めるようになっていった。90年代の中盤、1983年のスカーフェイスのリメイク版に橋を発し、マフィア的な要素が、 ヒップホップの中で人気を集めるようになり、ノトリアスビッグや JZ に代表されるフェドラボやワニの革靴の流行が始まる。ただし、デトロイトなどの中西部の一部では、このような格好は常に服飾文化の中核であり続けてきていた。90年代の後半、ヒップホップが流星を極めていく中で、当時、ニューヨーク界隈では、 輝くスーツをまとう男として知られた存在であったショーン・コムズの作品から市場活動の道具として制作されるビデオに新しい色彩や輝きを加えるために派手で光り輝くスーツや白金の宝石などがヒップホップの最先端となっていく。コムズはショーン・ジョンという自身のクロージングブランドを立ち上げヒップホップ系ファッションを表舞台に紹介すると同時に 数百万ドルを稼ぎ出す巨大産業へと発展していく景気を作り出した。伝統的なアフリカ系アメリカ人的な髪型の復興の兆しも見られる。コーロー、アフロ、シーザーショートカットなどが再び人気を集めるようになってきた。シーザーズやコーローはその髪型を維持するために自宅にいる時や睡眠時には頭全体を バンダナやドラッグと呼ばれるもので覆うことで維持される。このため、バンダナがヒップホップ系ファッションにおいて流行するようになった。大衆化したヒップホップの時代においては、かつては程度の差こそあれ、おおよそ似たような傾向を見せてきた男女の服装様式に際が生まれ始めた。ヒップホップ界の女性は、極太のパンツ、チンピラ風サングラス、いかついヨー 重厚な作業ブーツなどの荒くれ者的なファッションに張り合ってきた。ダブラッドに代表されるように、口紅や厚化粧をすることにより、作業ズボンや作業ブーツに女性らしさを加えることで、男性との張り合いを続けてきた。しかしリルキムやホキシー・ブラウンの登場で、女性ラッパーたちの潮流に大変革が訪れた。魅惑的で、上品な女性的ヒップホップファッションの流行が、始まったのである。 ベイビーファットのキモラリー・シモンズのデザインなどが典型的なものである。このような女性的なヒップホップ系ファッションが登場してきた中で、ローリーヒルやイブのように伝統的な格好を選択するラッパーもおり、この両方が女性ヒップホップファッションの二大潮流となっている。ヒップホップ界で最も大きな人気を集める金属が金から白金に移り変わって以来、ミュージシャンもファンも こぞって、白金や銀の宝石を身につけるようになった。多くの場合、それらの宝石にはダイヤが散りばめられている。白金の宝石は、ヒップホップの発信者、受信者の両者にとって、一番の自慢の種となっていく。1999年に BG が、そのような現象を、ブリンブリンという曲の中で端的に表現した。 BG も在籍したキャッシュマネーミリオネアのリル・ウェインがこのブリンという言葉を作り出したわけだが BG のヒットでこの言葉は高価な宝石や浪費と見せびらかしに明け暮れる人生を意味するヒップホップの俗語として定着していった。またプラチナ製の前歯も人気を集めるようになった。キャッシュマネーレコードのブライアン・ベビー・ウィリアムスは全部の歯をプラチナ製の歯と交換している。 そこまでしなくとも、グリルや、取り外し可能な歯の装飾品を使用するものも多い。大衆化した、ヒップホップの影響を強く受けたことで、ヒップホップ系ファッションは、カジュアル系ファッションとの境界が薄れ、より洗練されたものとなってきた。ヒップホップ系の服が、一流のデザイナーによって作られることが多くなり、高価なものも登場してきている。ただし、現代でも、 男性ヒップホップファッションの核となっているのは腰パン、金や白金のチェーン、ブーツやスニーカー、バンダナ,ナやスカーフなどである。今日、ヒップホップ系ファッションは世界中でかなりの割合の若者たちに親しまれている。ヒップホップのアーティストやレコード会社の重役たちの中にはブランドやクロージングラインを立ち上げるものも少なくない。ラッセル・シモンズが ファットファームを、キモラ・ディー・シモンズが、ベビーファットを、デーモン・ダッシュと JZ が、ロカウエアを、50セントが、G ユニットクロージングを、エミネムがシェイディ・リミテッドを、アウトキャストが、アウトキャストクロージングを、ビヨンセのウェールズが、ハウス・オブ・デ・レオンを、それぞれ立ち上げた。さらにヒップホップ系ブランドとして、カール・カナイやフブ、エコー・アン・リミテッド、マリデ、フランソワ・ジルボー、エニーチェ、 エーベーシングエープ、LRG、ティンバーランド、アカデミクスなどが挙げられる。ドクター・ジェイズのようにヒップホップに影響を受けた洋服を展開している小売業者も多い。業界は大きな成長を遂げている。数多くの変化を背景にヒップホップ系ファッションは普遍的なものとして受け入れられるようになってきた。ファッションと音楽は文化として密接な関係であるが、 ヒップホップ系ファッションは、特定の集団や人々に限定されたものではなく、その文化に親近感を覚える誰もが親しめるもので、ある。だが、2007年6月ルイジアナ州デルキャンブレでは、下着を見せるようなズボンの着用が条例で、禁止されるなど、公共の風俗を乱す服装には、否定的な世論が多い。また、近年のヒップホップ系ファッションでは、 以前のようなオーバーサイズの服、とりわけ極端に太いパンツはあまり見られなくなった。細身のジーンズを腰で履き、ハイカットのスニーカーやブーツを合わせるスタイルが主流となっており、カニエ・ウエストやファレル・ウィリアムスといったアーティストが人気を集めるようになって以来、彼らの身にまとう、エーベーシング・エープのような色彩に富んだ服装に押され、オーバーサイズの服装は都市部ほど薄れている。 この傾向は日本も例外ではない。また、カニエのアートディレクターで、オフホワイトのデザイナーであるバージルアブローが、ルイ・ヴィトンのメンズデザイナーに就任するなど、ヒップホップ、ストリート感覚のファッションが、いわゆる主流ファッションの世界でも注目され始めている。ありがとうございます。